ともショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は結構自分の直感というか、あの心の声っていうか、ひらめきを大切にしてるんですけども、まあ、そういうのがパッと浮かんだ時にすぐに実行に移そうっていうのは大切にしています。例えばなんですけど、今の賃貸の期間が切れてですね、更新するか引っ越すかっていうその選択がつい2週間前にあったんですけど、僕はその時に別に今のところってもうものすごいいいところ、いい物件なので眺めもとてもいいですし、なので契約更新をしてもよかったんですけども、まあ直感がですね、引っ越せって言ったので、僕は管理会社さんに契約は完了で、もう次に引っ越しますっていう感じでですね、電話をしました。で、物件を探している時もですね、基本的にはこういうところがいいっていうのはあるんですけど、物件を見ていく中で直感でこういう条件がいいとかっていうのが出てきたら、それを普通に加えるっていうか、で今出ている直感っていうのが、まあ、公園の近くだったりとか、まあ、そういうふうに僕は直感ですとかひらめきっていうのは大切にしているわけなんですけど、昨日ですね、まあ、あるひらめきが降りてきました。それはですね、ベッドを捨てろっていうひらめきですね。ベッドを捨てなさいと。ミニマリストになると捨てることに全く執着がないので、ベッド捨てるんですかみたいな。ベッド捨てちゃ生活大変でしょうっていうふうにあなたは思ったかもしれないんですけど、僕自身ですね、まあそういう捨てることに執着がないわけなので、しかも自分のひらめきを大切にしているので、そういうベッドを捨てなさいっていうふうにベッドを捨てようって思ったらですね、ベッド捨てちゃうんですよ。はい。で、捨てたら必ずもっといいものが入ってくるわけなんで、まず今回はちょっとベストを捨てようかなというふうに思いました。この動画を見てるあなたもですね、あれ、ショッピーさん、ベッドどうしたんですかみたいな。ベッドどうしてるんですかって、結構質問いただきます。はい。で、僕のベッド、そういえば見せてなかったですね。っていうことなので、まあ、捨てる前に、ちょっと僕のベッド、あとどういうふうに寝てるのかっていうのをですね、知りたい方のためにシェアします。まあ、どれだけ需要があるかわからないんですけども、まあ、ネット、YouTube なんで、僕のありのままをシェアしたいと思います。はい。ということで、僕のですね、ベッドをちょっと捨てる前に見せたいと思います。はい、それではまたドン引きする準備はよろしいでしょうか。はい、ではいきます。僕のベッドでございます。はい、せーの、ドーン。せーの、ドーンでございます。はい、せーの、ドーン。これが僕のベッドです。やっぱりこうスペースは確保したいです。僕はさすがにミニマリストといえどフローリングでは寝てませんよ。僕は、はい、ちゃんとベッドで寝てますけども、スペースが取らないように折りたたんでます。この動画を収録している時点でまだ8月で、気温もですね、もう外30度とか29度なので、特にこう何もかけずに寝てます。はい、はい、まあ、こんな感じで、広げまして、もうあとはこんな感じで寝るだけです。はあ、超快適。はい、まあ、こんな感じで寝るだけです。いかがですか、またドン引きしていただけましたか。ベッドに関しては人生の3分の1を睡眠に使ってるわけなので、睡眠にはそのこだわれっていうのは僕も先輩経営者さんとかにはよく言われてます。はい、本当に睡眠大事だから、睡眠の質が人生の質を決めるぞみたいな、もうそれぐらいですね、言われてます。はい、なので僕もベッドの 大切さはですね、もうめっちゃわかるんですけど、ただ僕自身その爆睡、まあああいう寝方で疲れが取れないわけじゃなくてですね、まあ、僕の場合ではアロマというよりかはお香なんですけど、お香を焚いたりとか、あとはそのジャズを流したりしてリラックス空間を作るんですよ。めちゃくちゃリラックス空間を作って、で寝るので爆睡してます。
で、あとそういうリラックスもそうなんですけど、基本的に電球1個で夜は過ごしてるので、その興奮状態にならないんですよ。もう夕方からはもうリラックス状態に入ってるので、そのまま、寝る時もリラックスしながら寝れると。あの寝方は別におすすめはしないです。おすすめはしないです。あくまでも僕は今はミニマリストとしてやってるわけなんで、睡眠の質よりも身軽さの方が勝ってるので、優先順位的に。なので今ああいう感じになってますけど、やっぱり睡眠の大切さっていうのは僕もちゃんと分かってるので、なのであれを捨てて次の引っ越し先ではもっとしっかり寝られるような、で、スペースも確保できる、ミニマリストとしての、あれを崩さずにもっと、睡眠の質を高められる、そんなですねものが次は買うと思います。この動画を見て参考になりました、ドン引きしましたということでしたら、ぜひぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押してください。ミニマリストネタ以外もやっていきますので、ぜひぜひ、今後ともですねよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。